選手紹介です。挑戦者チーム275ポンド田上明。みんな驚く力こぶネオ怪物田上明です。255ポンド川田俊明。キックの鬼蹴り捨てごめん川田俊明。チャレンジャーチームです。我がコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム270ポンド小橋健太。フォルテッシモに生きております。小橋健太みかん色の青春です。三沢光晴。ファンの五感を刺激する問答無用の五感王チャンピオン三沢光晴であります。四天王相まみえる世界タッグ選手権試合まもなくゴングです。包帯がそしてテーピングがなされております。1万6000超満員組んだファンダメンタルなポジションだ。トップロープを背にしたのは小橋健太だ。さあ田上がブレイクいたし、戦は小橋川田で始まりました。しかし今宵は小橋健太そして田上明が先陣を切る。一番、まあ、一つだけ心配なのはこの小橋の、左足のサポーターですね、さあ小橋が打ち込んでロープに振った逆水、いやエルボーだエルボーだ。ハイキック田上の足は29センチかわした。小橋健太かわしました。さあそしてファあのね、ここ最近の田上は、非常に一皮向けてね、もう大きくなりましたよね、ですから今まではやられてその小橋とないですかね。さあ川田俊明であります。小橋と川田95年に限って大阪で3冠戦フルタイム引き分けでした。そして1フルタイム引き分けでチャンピオンカーニバルでも引き分け。今日決着をつけたい、個人的にもこの川田選手から決着をつけたいって言ってた小橋だが、おーエプロンサイドにいたミサ、はい、もう試合がね始まってるんだ。先シリーズチャンピオンカーニバルでありました。この川田のキックによりまして4月6日岡山大会左眼下骨折、左の目の奥の方の薄い骨を骨折するという怪我を負いました。この三沢光晴ドロップキック、打点の高いキックです。今度は川田が走った、ハーイキックダッキング、かわした、このブロックした、ブロックした、ブロックした、スピンキックかわした、かおーっと獅子奮陣、一騎当選の川田俊明。三沢光晴小橋健太組対チャレンジャー川田俊明田上明組の一戦でありますが、チャレンジャーチャンピオンカーニバル堂々の準優勝でありました、まあ、優勝がこの三沢光晴悲願の初優勝だったんですが、それに次ぐ準優勝激闘がありました。さあ小橋がロープにホイップした、自ら走ってショルダータック。でもこのタウも小橋ソダオも破っている、は8勝ということでいいですよね。さあ顔面蹴りです。押尾川部屋に玉麒麟のしこ名で新十両まで昇進したこと田上明においては身長192センチ一番の体格、体の大きさがこの頃発揮され、破壊力そしてアンではね、三沢だ、ですからそれでねやっとよしというさですよね。最近はさあ持ち上げられました。ブレイマーその田上明の95年チャンピオンカーニバル爆死追い上げて逆に触発されて燃えてきたっていう部分もあるんでしょうね。そうですね、まあ、チャンピオンカーニバルやっぱりねその悲観した気の落ち気が、さあそして三沢そして田上明であります。バックに回った三沢光晴スピンキックをかわしてよく見ていたエルボースピンキックです。三沢が飛ぶか、エプロンからエプロンから出すか、スクッと戻った起き上がった、その間にその間隙をついて、あーそして三沢走った、あーエルボースイシーダー、エルボースイシーダー札幌を見舞いました。エルボースイシーダー観光完全ではないことは知っております。20分を経過しております。あーかわされてしまいました。ちょっと左の足を気にしております。さあそして川田君ソテイク苦悩にエルボーです。で左の太、しかし蹴った小橋もちょっと重心が不安定です。に物を言わせて攻め込んでいきます。現在無冠のこの川田俊明顔面を蹴りました。あしかし蹴っても2代の三冠チャンピオンにもなっております。4月24日山形大会におけますこのチャンピオンチーム初防衛戦でありました。あの一戦も20かもしれません。サソリ固めに入ろうというところです。
さあ心配そうにその小橋を見つめております。三沢光晴の突き出されました。レンジャーチーングでタッチを防いでありました。まあ、次から着たんですが序盤戦はチャンピオンチーム。しかしまあ今宵は序盤も何もノックで三沢に対することはまだないんじゃないですか。そうですか。今2位クラッシャーを狙ったんですがなんとクリアいたしました。毛先でチョップ。さあ三沢にタッチ、三沢にタッチ。さあこれまでの反撃だ。エルボーであてがってさあ田植をロープに振った。自分も走って軽くジャンプして演んでいく。そして逆に振りました田植明。さあ何を持ち込む。足対角線に振った田植。セカンドロープバックダイブのエルボーかわされた。エルボー前で川田はまだ戻ってきてないんでしょ。さあおお顔面蹴り。伊沢窮地に置いてはこの川田にはおお大きな声を上げながら蹴っていった。目を狙っていくのか顔を狙っていく。川田と志明面にこだわっていきます。川田と志明どんな思いで蹴っていくのか。川田かつての盟友共に世界を取ったこの三沢と川田がやり合っている。そしてエルボーで一周田植明試合の権利。ああまた顔面キック小橋が入った。逆水平チョップ掴んだ掴んだ、うん、田植が掴んで倒しました。そして低空ドロップキックでいいでしょう。小橋健太の左の太もも田植が、いや田植がちょっと三沢の左の目がまだ完全に開かれておりません。試合領有。さあ三沢光晴の表情はいかに。詰め寄っていくエルボー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 左の太もも。あーチャンピオンチーム絶対絶命。掴んだ掴んだ掴んだ。そしてまさかあまりにも寂しい結末を迎えるのか。スピンキー、ね、そうです。小橋がどうかこのようなネオ怪物スプレーでしょうかテーピングをし直すんでしょうか。さあそしてラリアット2カウントです。2組ここまで劣勢であります。高々と持ち上げてのかつてジャンプを鶴田が菊池剛に放ったこと足毛にいたしまさに鬼だ聖騎だラリアット。タッチは成立していない。しかしもうこれは抑えきれないものがあるでしょう。小橋健太です。サウヤクラ試合の権利のない者同士が放送席前でやります。さあリング内パワーどうだ。さあどうだ決まり具合はどうだ。さあ小橋健太が何するものをリングイン。それをサウヤクラが待ち構える。さあ小橋健太青春の巨匠どうした。ここで耐えるんだこれ逃げるんだ。ハイキックラリアット復讐だ。お川田が振るアナリアトライ打ちです。タッキルスピンキック取ったやった蹴った三沢が小橋か逆を落としている。じゃあちょっと上半身力をなくしている川田で攻めどころ逆水平川田の仕上げ明石健太あるいは魂限界25分ダメージを一つ与えなくても構わない。そんな思いで打っていくのか青春3倍速の逆水平チョからには自信があります。この田植にならばゾンビのように起き上がって放っていく小橋健太がジャンピングすでに25分を経過しております。さあ小橋のなんとか反撃が実るか。鬼だ鬼神だラリアットつかあーっといたハイキック壊したラリアいやジャンピングで決まり合体してのパワーボムかこれはカバーする。そして長子軍合体した正規軍の動きが止まりかけてまいりました。そして握ったさあ青春の巨匠がトップロープに登れません。ゴーンとなっております。エルボースマッシュだ。ものすごい汗がしぶきとなっております。60分の一本勝負世界タッグラリアット一人ずつ頑張りましたよね、耐えました。そしてそれが実を結ぶのか。エルボーの足を取ったエルボー投資大軍を離れました。さあタイガードライバー大技を持ち込んだ。タウエの顔が見えないんですよね、
タイガードライバー、そしてフェイスロックを見舞いました。危ない、バックドロップ、バックを返す、まさに応酬だ。ショルダー初入りした日本、バックになった、ジャーマンスープレックスホールド、しかし足に踏ん張りは変わりません。踏ん張りはないがカバーした。2カウントです。に世界タッグチャンピオンの力には自信がある。体勢を入れ替えた、カバーした。2カウントでやります。そして変わりました。足たラリアットバックル、バックルバックル、バックルバックル、落とした。バーン、カンチャンピオンの、これがダイビングボディープレスです。試合の権利があるのは小橋健太。絶対に諦めない、すでに前へ行く向上心の塊だ。青春の巨匠フォルテッシモが人生だ。あー、登れません。なんとか今見えた、ムーンサンドプレス、ジャストミー、ジャーマンか、ジャーマン、ラベスタイガースープレックス、タイガースープレックス、ホールド。四天王の戦いだ。大射撃、小橋が入る、小橋が入る、フリーホールか、危ない。館内は三沢コールだ。溶けてしまいそうだ。今度は飛ばしプレー続行不可能か。通過、抱えた、抱えた、パワーボールか、こらえる三沢、こらえる三沢、足を掴んだ。勝ちたくって、勝ちたくって仕方がない。チャンピオンチーム通過ウント。ウィリアムスエース組を相手にした世界タッグ戦、あの時は36分07秒でありました。それを上回る一戦、三沢をかばう小橋健太。美しくも、いやしかし儚い指定愛だ。それを集中的に攻めていく小橋健太を、あ、攻めていきます。試合の権利があるのはみんな、回った、合体だ。正規軍スペシャルキュール、リングには今宵二人の鬼がいる。ガンデンゲリー未知の世界に突入しております。バックリ回った、技にこだわります。鬼だ、鬼だ、君は鬼だ。カウント3、チャンピオン誕生、第26代世界タッグチャンピオン